はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は臨時棋戦速報といたしまして、藤井八冠の今年度勝率1位が確定したこと、また藤本渚五段がどこまで行ける可能性があるのか、その辺りを中心にまとめていきたいと思います。そして、竜王戦1組ベスト4が決定、さらに規制戦トーナメントでベスト8が決まっておりますので、挑戦確率の考察も後ほどさせていただきたいと思います。それでは早速、 歴代年間勝率上位記録からご覧いただきます藤井八冠は2023年度8割5分1輪9毛という素晴らしい数字を残して見事に歴代2位の記録になりました、まあ、ちなみに藤本五段残り今49勝9敗ですので残り3勝0敗であれば52勝9敗8割5分2輪4毛という 藤井八冠の記録を抜く歴代2位になる可能性がありましたがこれは新聞社によって否定されております藤井八冠の勝率1位今年度勝率1位が確定したという情報が流れてまいりましたちなみに藤本五段は残り2勝1敗であれば歴代7位相当の記録残り2勝0敗であれば ちょうどこの藤井八冠の2018年度8割4分9輪という記録をわずかに上回る8割5分0輪となりまして歴代4位の記録となります藤本五段の今後の対局予定ですが3月25日月曜日黒田五段戦そして3月28日木曜日山崎八段戦があります対局の翌日は対局組まれないので29日金曜日は対局なしということが 確定そして30日31日は土日で基本的に土日に対局が組まれることもありませんので藤本五段3月28日木曜日が差し納めになる可能性は極めて高いです。また NHK 配戦の収録の有無は不明ですが仮にこれ勝っていたとすると。 黒田五段山崎八段に勝つと残り3勝0敗で歴代2位という条件を満たしてしまいますのでおそらく、えー、3月31日までに収録が行われないもしくは敗れていると、えー、その2択になりますということで藤本五段は25日28日に対局して終了ということですね藤本五段残り2勝1敗であれば歴代7位相当の記録2、えー、勝0敗であれば歴代4位の記録になるということが 決まっておりまして3勝0敗の可能性は否定されているという状況ですねえー、ということで果たして藤本五段どこまでいけるか大注目でございます今のところ歴代4位までいける可能性があるということなんですがもし1勝1敗でも歴代9位まあ、仮にその黒田五段戦山崎八段戦に1勝1敗で NHK 敗戦の収録が 3月31日までになかったと仮定すると2勝1敗で、えー、この場合歴代7位の記録という形になりますちなみに藤本五段は成績優秀者枠で NHK 杯戦予選は免除となる可能性が高いのでもしやっているとすれば本戦ですね、えー、そこがどうなるか注目です藤本五段2勝1敗であれば歴代7位で1勝1敗でも8割3分3輪となりまして藤井八冠が2022年度に記録した 53勝11敗8割2分8人という記録をわずかに上回って、えー、歴代9位の記録になります。また1勝2敗もしくは0勝2敗だと残念ながらトップ10圏外となってしまいますが藤本五段残り1勝1敗以上の成績で歴代トップ10入れが確定という形になります。まあ、藤本五段の実力であれば 連敗は想像しないと思いますんで一体どこに入ってくるのか本当に楽しみですね、まあ、どうせなら残り全部勝って歴代4位まで上がってほしいなというふうに個人的には願っておりますちなみに藤井八冠の歴代2位記録が確定したということでもし藤本五段も歴代トップ10の中に入れば同一年度にトップ10が2人誕生するということでこれは史上初の出来事となります今のところ 全員年度がバラバラというところで、まあ、それもそのはずで基本的に高勝率者同士はぶつかり合って潰し合う傾向にあるので、まあ、どちらか一人しか入れないということが多いんですが、えー、今回はまだ藤本五段が新人だったということもありまして藤井八冠と藤本五段一度も当たっておりませんので二、えー、人が入ることができたという状況ですね。もちろん藤井八はもうタイトル戦とか あとはトーナメント、一般棋戦しか戦いがないということで、本当にトップレベルの相手としか当たっておらず、この成績はすごすぎるとしか言いようがありませんが、藤本五段はまだ新人だったということで、えー、そこまでこう上のクラスの相手と当たっていなかったという状況がありました。果たして来年度、どうなるか、藤井藤本戦の公式戦が見られるのかどうか、その辺りも注目しております。ちなみに、 藤井八冠が8割5分2厘で1位藤本四段が今のところ8割4分5厘で2位という状況になっておりますが伊藤匠七段が7割4分6厘50勝17敗えこれも本当にすごい数字だと思います伊藤七段は対藤井戦0勝8敗を除けば今季成績50勝9敗8割4分7厘というすごい数字になっておりましたこれも歴代でこちらですね 8割物資券になれば歴代5位相当の記録になる可能性があったという伊藤匠師団も本当にすごい成績だったんですがやはり対藤井戦龍王戦の0 4負け清王戦の0 3負けそして NHK 杯戦の負けが響いているという状況になりましたやっぱりこれだけ勢いがあって実力もある伊藤匠師団を圧倒する藤井八冠がちょっとあまりにもこう人間離れした強さだったということですね 本当にちょっと藤井八冠あまりにも異次元すぎました。両戦第4局では伝説の37手詰め駒がほとんど余らない37手詰めを伊藤匠氏ら相手に決めておりましたが、まあ、それが名局賞候補に上がる可能性極めて高いんじゃないかなと個人的には思っております。続きましておそらく今皆さんが気になっている藤井八冠が詰将棋解答選手権に出るのか否かということを考察していきたいと思います。 王将戦第7局2日目の日程だったので代替イベントが入ることが心配されましたが王将戦第7局代替イベントは29日30日の金曜日土曜日に行われることが確定となりましたこれで藤井八冠3月31日日曜日は日程が完全にフリーとなっておりまして、えー、選手権出られる状況となっております、まあ、気温戦もしもつれていたらおそらく出られない可能性も高かったんですが えー、このままいけば出る可能性が高いのかなというふうに思っております詰将棋回答選手権はコロナの影響でしばらく数年ほど開催が中止されておりましたがその時本当に藤井八冠残念そうにしておりました、えー、とにかく詰将棋好きなので出たいとそういうお話をされておりました、まあ、直近のインタビューでは出るべきだと思っているという力強い発言をされております、まあ、前回優勝者なので 出るるべきだと思っている、えー、ただし自信はないと。岩村三段が優勝候補じゃないかというふうにおっしゃっておりました。まあ、藤井八冠からこんなふうに言われる岩村三段は一体何者かということなんですが、今期三段リーグ、17歳で見事に辞典を獲得しております。このインタビューするのが、その辞典獲得よりずっと前ですので、やはり岩村三段の才能を見抜いていた藤井八冠、本当にすごいですね。岩村三段果たして 藤井八冠の6連覇を阻止するのかそれとも藤井八冠が6連覇するのかその辺りも大注目で見ていきたいと思いますちなみにこちらですね両戦1組は伊藤匠七段あと安光九段山崎八段渡辺え,えごめん、ね、久保九段がベスト8を進出することになりました久保九段対渡辺九段戦は久保九段が鮮やかな大手飛車をかけて快勝となっております果たして 山崎八段対久保九段、対おそらく居飛車対振り飛車の戦いになると思いますが、まあ、山崎八段がどんな独創的な振り飛車対策を見せてくるか本当に楽しみです。そして安満九段対伊藤匠七段こちらやっぱり伊藤匠七段強いですね。もう羽生九段永瀬九段豊島九段が決勝トーナメントに出ないことが確定しておりますので結果的に連続挑戦の確率が急上昇という形になっております。 伊藤匠師団の連続挑戦止められる人がいるのかどうかまずは安満九段に注目ですね。レーティング的には伊藤匠師団安満九段に対する勝率は期待勝率8割超えそして決勝戦どちらが来たとしてもやはり期待勝率8割超えということで伊藤匠師団今のところ1組優勝の可能性が65%ぐらいあるという状況になっております。果たしてどうなっていくか大注目でございます。 続きまして規制戦決勝トーナメントベスト8が出そろいましたのでこちらも挑戦確率など考察していきたいと思いますこちら長瀬九段にとって天敵ともいえる伊藤匠七段がおりませんので長瀬九段挑戦確率ぐっと上がりまして今のところ33%程度ということでこの中で一番高い数字となっております次は中村太地八段 A 級棋士同士の戦いということで本当に楽しみです そして山崎八段対最近副長気配の渡辺明九段戦ということでもし渡辺九段が勝ち上がってきた場合、えー、もし永瀬九段と渡辺九段が当たる場合は渡辺九段が永瀬九段相手に相性が非常によく大きく勝ち越しておりますのでその辺りも注目していきたいなと思いますまた右の山に行きますと佐藤天彦九段対、えー 勇気段を一剣飛車という非常に特殊な戦法で下した西田五段戦となりました。西田五段の連続一間飛車採用なるかどうかこの辺りも大注目で見ていきたいと思います、まあ、最近天彦九段も振り飛車をよくやりますので相振りになる可能性もあるでしょうかそして右下に行きまして藤井棋聖に公式戦4連勝中の大橋七段対前期挑戦者の佐々木大地師段となります 師団としては連続挑戦になるかかどうか大注目え。そしてやはり大橋師団がもし挑戦した場合藤井八冠相手に4連勝しておりますのでその相性がどうなるのかこの辺も注目しております、まあ、といってもやっぱり大橋師団が4連勝したのはだいぶ前に遡りますので今の藤井八冠相手に4連勝っていうのはさすがにちょっと至難の技だと思いますが、まあ、大橋師団がもし 晩勝出たら一体ど,のどういう戦いするのかそれもちょっと本当に気になるところですね、えー、ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました改めてまとめていきますと藤井八冠の歴代2位が確定藤本五段は歴代4位まで上がる可能性が今のところあるという状況で1勝1敗以上であれば藤本五段も歴代トップ10が確定となりますで同一年度の トップ1 0二人は史上初めての記録ということになりますまた龍王戦はまだ決勝トーナメントすら始まっておりませんが早くも伊藤武師団連続挑戦の確率が急上昇中となっております今のところ30%ぐらいですねまた規制戦の方は今のところレーティング的に長瀬区団の挑戦確率33%ぐらいまで上がっておりますが第一師団が連続挑戦になるかそれとも大橋師団が初挑戦して 相性の良さを見せるかそのあたりも注目して見ておりますまた大井戦の紅白リーグも煮詰まってきましたのでお伝えしていきます今のところ白組渡辺九段木村九段が連勝スタートとなりました3月25日の1勝1敗の羽生九段対2勝0敗の渡辺九段戦が非常に大事な戦いとなりそうですそして最終戦木村九段対渡辺九段戦もしかしたら優勝決定戦になるかもしれません えとにかく羽生九段またぜひ藤井王位との七番勝負見せてほしいななんて心から願っておりますえそして赤組大地師段が佐々木大地師段が2勝1敗斎藤慎太郎八段2勝1敗で並びました昨日2勝0敗の大地師段対1勝1敗の斎藤八段戦ありましてえそこで斎藤八段が見事に勝利これで首位が並ぶという形になっております 藤本五段がどこままでで挑戦にんれるののか、そりりも大注目して見て見おります。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。